ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024。神宮君が美しすぎる、岸君の歌が上手すぎる、平野翔がかっこよすぎるといった称賛の声が飛び交い、彼らのステージに対する感動があふれていました。ロックフェスティバルの季節がやってきました。夏の暑さに負けず、多くの人々が野外での音楽に酔いしれるために集まるこの時期、音楽の持つ魔法が最も強く感じられる瞬間です。中でも、 ロックインジャパンフェスティバル2024は、日本を代表する大規模なフェスティバルとして、その魅力を存分に発揮しています。そして、この年のロックインジャパンは、特にナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが大きな注目を集めました。フェスティバルに参加できなかったファンたちも、インターネットを通じて彼らのライブ映像を目にし、その圧倒的なパフォーマンスに心を奪われました。わずかな映像でも、 彼らのエネルギーと情熱が画面越しに伝わり、まるでその場にいるかのような臨場感を感じることができたのです。特に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔、ガン・ユータ、神宮寺ユータの3人が放つ存在感は、見るものすべてを魅了しました。このようなライブパフォーマンスは、ただ音楽を楽しむだけでなく、ファンとアーティストとの強い絆を感じさせる瞬間でもあります。ロックインジャパンのようなフェスティバルでは、 多くのアーティストが参加しますが、その中でナンバー・アンダーライン愛は特に際立っていました。彼らのステージは、観客を一瞬にして魅了し、その場の空気を変えてしまうほどの力を持っています。観客の中には、ナンバー・アンダーライン愛の名前を知っているだけで、彼らの音楽を初めて聞く人も多くいました。しかし、そのような人々でさえ、彼らのパフォーマンスを目の当たりにして心を動かされたことでしょう。 フェスティバルの醍醐味は、こうした新たな音楽との出会いにあります。そして、この出会いが、音楽の新たなファンを生み出すのです。コーチェラバレエでの公演が叶わなかったことに落胆していたファンも、ロックインジャパンでの彼らのパフォーマンスに満足し、その場に参加できたことを喜んでいます。フェスティバルの熱気と興奮は、何もその場にいる人々だけのものではありません。インターネットを通じて共有される映像や写真は、 世界中のファンにその感動を伝える手段となっています。ライブ映像が公開されることで、現地に行けなかったファンたちも、その一部を体験することができました。彼らの熱狂的なファンは、映像を見るたびに、まるでその場にいるかのような感覚を味わい、彼らの成功を自分のことのように喜びます。これこそが、音楽が持つ魔法であり、フェスティバルが持つ力です。 10月14日には YouTube での配信が予定されており、さらに多くの人々が彼らのパフォーマンスを目にする機会を得るでしょう。これは、ロックインジャパンでの彼らのパフォーマンスを逃した人々にとって、大きな喜びとなるに違いありません。彼らの圧倒的なステージは、見る者すべてを魅了し、その後の会話の中心となるでしょう。さらに、 ロックインジャパンフェスティバル2024のメモリアルブックが発売されることも発表されました。これには、ライブ写真やセットリスト、ライブレポートが掲載されており、ナンバーアンダーライン愛のファンにとっては見逃せないアイテムとなるでしょう。彼らの活躍を振り返り、その瞬間を再び楽しむことができるこのブックは、彼らの音楽がどれほどの影響力を持っているかを改めて感じさせるものです。ライブ後には、 ファンたちからの反響が数多く寄せられました。神宮君が美しすぎる、岸君の歌が上手すぎる、平野翔がかっこよすぎるといった称賛の声が飛び交い、彼らのステージに対する感動があふれていました。こうしたリアクションは、彼らがいかに多くの人々の心を動かし、その存在感を示したかを物語っています。ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024での彼らのパフォーマンスは、ファンにとっても、 彼ら自身にととっても大きなな成功となりました。フェスティバルの雰囲気の中で、彼らは自らの音楽を全力で表現し、観客との一体感を生み出しました。これは、彼らの今後の活動に対する期待をさらに高めるものであり、ファンはますます彼らの成長を楽しみにしています。ロックインジャパンのステージは、彼らにとっても特別なものだったに違いありません。これまでの努力が実を結び、 多くの人々に認められる瞬間を迎えたことは彼らにとっても大きな達成感をもたらしたことでしょうそしてその達成感はさらに高い目標に向かうための原動力となります音楽フェスティバルはアーティストにとってもファンにとっても特別な瞬間を共有する場ですその場で生まれる感動や興奮は何者にも代えがたいものでありそれが音楽の力であると感じさせられます ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちも、こうした瞬間を共有できたことに感謝し、さらに大きなステージへと挑戦していくことでしょう。彼らの今後の活動に対する期待は、ロックインジャパンでの成功によってますます高まっています。彼らが次にどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、ファンたちは心待ちにしています。そして、その期待に応えるべく、彼らはさらに自らを磨き上げ、 新たな挑戦を続けていくことでしょう彼らの音楽がどのようにして多くの人々の心に響いているのか、その秘密は何なのでしょうか。それはおそらく彼らの持つ情熱と真摯な姿勢にあるのでしょう。音楽を通じて彼らは自らの感情やメッセージを伝え、それがファンたちに共感を呼び起こしているのです。また彼らの音楽はただ楽しむだけでなく、 聞くものに何かをを考えさせる力を持っていますそれは彼らの歌詞やメロディーが私たちの日常の中で感じる喜びや悲しみ、希望や絶望といった感情を映し出しているからかもしれません。彼らの音楽を聴くことで私たちは自らの感情と向き合い、新たな気づきを得ることができるのです。ロック・イン・ジャパンでの彼らの成功は彼らの音楽がいかに多くの人々に影響を与えているかを示すものでした。 彼らのパフォーマンスを見た人々は、彼らの音楽の力に圧倒され、その魅力に引き込まれました。そして、その魅力は、彼らの今後の活動をさらに期待させるものでした。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、この成功に満足することなく、さらなる高みを目指して進んでいくことでしょう。彼らの音楽がこれからどのように進化し、どのような新しい世界を見せてくれるのか、 ファンたちはその一瞬一瞬を楽しみにしています。彼らの音楽が持つ力は、ただのエンターテイメントを超えています。それは、私たちの心に深く響き、私たちの日常に新たな視点を与えてくれるものです。彼らの音楽を通じて、私たちは自らの感情や考えに向き合い、そこから新たな何かを見つけることができるのです。これからの彼らの活動に期待が高まる中、 私たちは彼らの成長を見守り続け、その音楽の持つ力に魅了され続けることでしょう。そして、彼らの音楽がこれからも多くの人々に影響を与え続けることを信じています。このようにして、ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024は、彼らにとっても、ファンにとっても特別な瞬間となりました。彼らのパフォーマンスが、どれほど多くの人々に感動を与え、その影響が広がっているかを考えると、 彼らの今後の活動がますます楽しみになります。これからも彼らの音楽がどのように進化し、どのようにして新たなファンを魅了していくのか、目が離せません。最後に、彼らの音楽が持つ力や、その影響について考えるとき、私たちは何を感じ、何を考えるのでしょうか。それは、彼らの音楽が私たちに問いかけるものであり、私たちがそれにどう答えるかが、 彼らの音楽をさらに深く理解する鍵となるのかもしれません